どうも小杖です。今日はブルーのバラをモチーフにしたネイルを作っていきます。地爪にはベースコートを塗ってください。親指にダイソーのスカイブルーを2回塗ります。2回塗りました。キャンドゥのミルクブルーを使います。後でバラをスタンプしますが、そのバラくらいの大きさの丸を描きます。大体で大丈夫です。親指には3つかな。硬化せずに次の作業、シェリアのオリエンタルブルーを中心にのせます。自作のギザブラシ、なんとなくツンツンして広げてぼかします。バラをスタンプします。シーインで買ったプレートとキャンドゥのポリッシュ、セリアのスタンパープラスダイソーのスタンプ台、マステで余分の模様を取ります。バラの中心に青が濃いところが来るように押します。ちょっと薄いブルーがはみ出しちゃったけど気にしない気にしない。続けてバラをスタンプします。葉っぱはいらないので、スタンプするときにネイルの外になるように押します。キャンドゥのマットコートを塗ります。この後にミラーパウダーを使いますが、セリアのものよりキャンドゥのマットコートの方がパウダーが落ちやすい気がします。よりよくパウダーが落ちるようにエタノールで拭きます。セリアのアイシングジェルでぷっくりした線を描きます。ダイソーのミラーネイルパウダーをこすりつけます。ワシャーンとパウダーをぶちまけないように作業が終わったら、さっさと蓋を閉めます。マステで不要なパウダーを取ります。意外に線の上のパウダーは取れずにいてくれます。
線と線の間のパウダーが取れにくいのでブルータックを使います。もう一度アイシングジェルで線をなぞります。残っているパウダーをエタノールで拭いたら完成です。艶仕上げでも可愛いと思います。他の指にもダイソーのスカイブルーを2回塗ります。人差し指に親指と同じようにバラのスタンプ、ぷっくりラインを施していきます。今度はキャンドゥのプレートを使います。このプレートのバラの大きさがちょうど良かったんです。こすったカードで不要な模様を取ってみます。やっぱりマステで取る方が好きだな。線を描いて、ミラーパウダーをコスコスっとな。マステでペタペタっとな。アイシングジェルでもう一度なぞります。エタノールで拭いて完成。薬指全体にバラのスタンプをします。青いポリッシュを持っていないのでカラージェルとポリッシュを混ぜます。カラージェルだけではスタンパーの上で弾いてしまうけど、ポリッシュを混ぜると粘土が出てスタンパーに転写してくれます。いつもよりたくさんコスコスしてます。ポリッシュ単独より乾くのが遅いのでたくさんこすっても乾きません。うわ困ったな。模様の面積がネイルより小さいかも。全ネイルをカバーするのを諦めてストレートフレンチにしようかな。待てよ、スタンパーに残った模様を足せるかもしれないな。いけそうな気がする。これはいけたと言って過言ではないでしょう。不要な模様を取ってもう一つ挑戦します。これは結構難しい。いいんじゃない、セルフネイルなら OK でしょ。マットに仕上げます。完成。中指と小指が寂しいのでパポッと飾ります。もうそのまま手にも取らずに。こっちもパポッと。
トップコートで仕上げます。出来上がり。というわけで1セット完成です。薬指の継ぎはぎスタンプ、パッと見わかんないですよね。ね。個人的には親指が一番お気に入り。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画で。